はい、こんにちは。福本自動車です。はい、本日はですね、 FA20 というね、スバルとトヨタの、共同開発エンジンらしいんですけども、まあまあ見た感じスバルの個性がガンガン出てますけども、まあ直噴の部分、トヨタの D4、 あ、ここに書いてあるね、D4S、 トヨタの技術が使われておりますみたいなね。お、トヨタ、スバル、両方書いてますけどね。はい、このエンジンですけども、すごく点火プラグが外しにくいっていうか、俺前外したぞ、前外したけどね、ちょっとじゃあ外していこうじゃないかというところでございます。いくぜ。はい、点火プラグはですね、この横の方、こんなところにあるよ。ずっとこんな奥にあるんですね。もちろん右サイドにも同じようにありますんで、まずこっちサイドから行ってみましょうよと。はい、それではまずラチェットでボルトを外したいです。あ、まだ狭いわ。はい、ボルトが取れました。もういや待て、これはしかしラチェットではない、メガネだ。あ、メガネ届かんわ、やっぱりラチェットだ。よし、そしたらダイレクトイグニションコイル、こういう工具でソケットを外したいです。よし、うまくつまめました。あ、うまくソケットが外れました。そしたらね、これね、もうね、狭くてね、映らないけどね、これ先っちょは、おかしいな、どうなるか、前の方に、取れました。あんまり長くないのよね。前に向かって動きます。カプラー外すのも一苦労だな。これはそのまま上の方に、あ、いけるんだよ。あ、しまった。はいはい、それではプラグレンチャーを、プラグレンチ、曲がるエクステンション、ほんでちっちゃいエクステンション、これでいけると思う。で、ラチェットね、これを先に向こうに刺します。うわ、絶妙。そしたらあそこにこうラチェットを刺せば、
はい、刺さりました。おかしいな。大きい方かな。ちょっと小さいんか。16分の9。これやな。16分の9やった。取れた。はい、取れました。イリジウムプラグ点検完了。取りにくいね。取りにくい。前も取ったはずなんやけど、やっぱり取りにくいね。はい、まあね、こういう、まいったな、これね。16分の9っていうプラグのソケットです。それに、こういう短い工具を組み合わせて、隙間からうまく取れました。今日はもうこれで終わろう以上です。いかがだったでしょうか。登録高評価よろしくお願いします。それでは皆さん、さようなら。